どうも、おもひげです。ってことで、今回は、ラングドラという、モンスターを買っていきたいと思います。ラングドラ。虎ではないとは思いますが、ここにいるみたいですね。落石がどうとだ。あ、裏眼筋みたいな転がるモンスターですね。ボールになるみたいです。気をつけながら行きましょうか。お、さあここは肉質は柔らかい。意外と柔らかいですね、肉質。痛い。おお、なんか火の玉みたいなの投げましたね。あれは気をつけないと。おお、ダンゴロムシみたいな。なんだなんだ。せい、いきます。そう、強い。よし、見切れてるね。当たれ。よっしゃ、いいんじゃないですか。おう、ちょっとちょっと跳ねるのやめませんか。はい、いいですよ。いいね。よし、楽しいっすね、ラングドラさん。全然虎じゃないですね、やっぱり。いいね。そういえばとうとう平成から令和になりましたね。皆さんどうお過ごしでしょうか。お、地震がやばい。まあ特に変わりはないっすね。平和な連休ですよ。のほほんと過ごすのが一番。天気はあんまり良くないですね、中盤ですが今。はい、バイカーたちはね、残念ですね。まあ、僕はバイク持って乗れないんでね。危ね。よし、よし、バサバサ行きましょう。バサバサ。なになになに、なんだそれ。発動技どうなんのこれ。臭そうな消臭玉あったけど、これどうなんの。何の効果がどうなってんの。特に変わりないけど、なんかどういう効果が、効果というか逆効果的な。お、疲れてっちゃう。よっしゃ、特に変わりないですけどね。はい、はいはい、ラングドラさん弱いっすね。アオアセアの方強かった。はい、いじめすぎ、いじめすぎ。おいしい。あー、よし。ちょっとね、朝起きたら喉が痛くてね、声変でしょうか。大丈夫でしょうか。風かな。もう寒かったですからね。天気良くないんでね、風には気をつけないと。あ、転がってった。あんな遠くまで転がってった。逃げるなよ。
さあ、逃がしませんよ。アジャラさん、アジャラじゃない、ラングロドラさん。はい、はいはい。だいぶ疲れてますね。お疲れのようです。連休だからはしゃぎすぎたパターンですか、飲みすぎたんですか。はい、まだ粘りますね、ロドラさん。ガオーっつって、はい、おお、危ない、おお、危ね、コントロール悪いですね、ロドラさん。はい、逃がさないぜ。どこ行くの。どこ行くの。逃がさないっつってんでしょうが。危ない、当たんない、危ない、おお、この技一発も当たんないね。ああダメ。でもこれ別に当たっても大したことなさそうだけど。おお、倒した、イエーイ。全然大したことなかったですね。リオレイヤーとかの方が強かったですけど、ね、リオレイヤーとかなんか落ちてるね、涙。ちょっとね、匂いついてますけど。さあ、いろいろこのままね、クエストどんどん進めていきたいと思います。連休の間に上位いけますかね。上位いけるかいけないかってくらいまでいけると思います。また配信お楽しみにください。ワールドもやりますんでね。以上、おぼひげでした。イエーイ。